きな場所。好きな場所は、そうですね。家か、名古屋です。まあ、家は落ち着くし、名古屋も、まあ、落ち着くっていう同じ理由ですかね。何もない感じが逆にいい気がして、なんでしょうね。なんかすごい落ち着きます。で、最近名古屋から北アルプスの雪山が見えるっていうことに気づいたって、さらに好きになりました。はい。嫌いな色は、嫌いな色は何でしょうね。蛍光色ですかね。蛍光色はやっぱその自分の肌にも合わないし、やっぱ目立つ感じがちょっと嫌ですね。はい。好きな色は白か淡いピンク色です。理由はなんかその白とかあの淡いピンク色がやっぱ自分の顔にあの肌に合ってる気がして、やっぱ自然と目がいっちゃいますね。白の服だったりとかピンクのセーターとかに目がいっちゃうんで、そういう色が好きです。寂しさを感じるときは、まあ、やっぱ今からの季節とかですよね。寒くなってきて人肌恋しくなってくる季節とかに一人でいたらやっぱ寂しいなってなるし、その街がクリスマスムードとかになってたらなおさら寂しく感じちゃいますね、やっぱはい。守りたいものは家族とか、愛犬のマロンちゃんとかです。まああとはお金は守りたいです。はい、お金の余裕は心の余裕だと思ってるんで、そのお金ない状態で旅行に行ってもあんまり、ね、楽しめないというか、お金のことを考えて旅行したくないから最低限が必要かなって思ってます。まあ、もう小学校の時からあのなんかプロフィール帳とかあるんですけど、そういうのに大切なものは家族、お金ってやっぱ書いてました。なんか良くも悪くも二十歳ぐらいから多分精神年齢とかもあんま変わってないような気がして、周りだけどんどんなんかその変わっていくっていうか、まあ、友達が結婚して子供が生まれてとかしていくけど、自分だけ取り残されているようなちょっとエモい気持ちになったりもするぐらいあんま変わってない気がします。許したいこと、今まであった出来事でとかですか。許したいこと、なんでしょうね。なんかあるかな。あんまり怒らないんですよね、私自身が。
忘れてる、なんか多分腹が立つことがあったりしてももう忘れてるんでないですね。何かあったら考えておきます今の職業についていなかったら何をしたいか、はこれはですね、建築家になりたいです。なんかまあ私自身ホテルとかも好きなんですけど、ホテルだったりあの美術館とかそういう建築物見るのが好きなんで、あと庭作ったりとか興味があるなって思うので建築家を目指したいです。自分を何かに例えると、自分を何かに例えるとゴミって言いたいけどゴミって言いたいけど何なんですかね。まあ何かしらの動物で言われることは多いかもしれないですね。はい、なんか小動物系であってほしいですっていう願望、はい、になりますけど動物死ぬまでにしたいことは、死ぬまでにしたいことはやっぱその行きたい場所が多いんで、例えばトルコのカッパドギアだったり、あとギリシャのシチリあ違うギリシャのサントリーニ島とか、イタリアのシチリア島だったり、あとグランドキャニオンとか、そういう自分が実際行って目にあの目で見たいものを見るまでは死ねないなと思ってるんで、いろんなとこに行きたいなと思ってます。私結構電球好きなんですよね、実は。電球が好き。ついてなくてもいいんですか？ついてる方がいいですけど、なんかついてたら中ぐにゃぐにゃぐにゃとかなっとうじゃないですか。その私と母親が妹に変なあだ名をつけて、めちゃくちゃ下品なあだ名をつけたりして、で妹が怒ってとかは、で喧嘩とかはあったりしますけどね。どういう、例えばあのどういう穴なんですか？いやもう使えないですよちょっとかなりピーみたいな穴をつけて、うん、2人でいじめをしてたお母さんいじめをしてたってかカエルに似てるとか妹に言って、でまた妹が怒るとか、なんて言えばいいんでしょうね。妹はだから気が強かった、赤ちゃんの時からっては言ってますね。母親が泣き真似をしたらしいんですよ。ウィーンみたいな、ウィーンってその泣き真似したら、私はその一緒に泣いてたって、その母親とその泣き出してたらしくて、で、まあ、妹にウィーンっていう泣き真似をしたら、もううるさいみたいな感じでバンって妹が母親を叩くみたいな感じで気が強かったっては言ってますけどね。